静岡市にある日本平夢テラスが今月11日の祝日に本来は開館日だったにもかかわらず誤って休館していたことがわかりました県の施設である日本平夢テラスは条例で毎月第二火曜日を休館日とし祝日の場合は開館すると定められていますしかし県の発表によりますと 今月の第2火曜日である11日は祝日でしたが、指定管理者である ASC 日本平グループが第2火曜日が祝日の場合の扱いについて失念していたため、休館してしまったということです。おととい、現地で活動するボランティアガイドの団体から、今月11日に休館していたとの情報が県に寄せられ、確認したところ、誤って休館になっていたことがわかりました。 県は ASC 日本平グループに対して施設に関する条例などに基づいた適切な運営管理を行うよう改めて指導するとしています。